時刻は午前3時になりました。三四郎のお二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。霜降り明星の粗品です。せいやです。毎週金曜日深夜3時からのオールナイトニッポンゼロは我々霜降り明星がこの後5時まで担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。かけマージャンやってない？お前な。なんちゅうツイートやお前な。お前なんでハゲハゲハゲって言うな。ストレートにお前見たぞお前のツイッター。いや違う、だからやってないからびっくりしたということじゃないですか。それを言わないとね。あれ伝われへんねん。俺もそう、どう、なん、ちょっとなんか否定もしたかったけど、この。いやいや、ね、否定したらなんか言い訳してるみたいな。そうそうそう、難しい。いやいや、やってへんっちゅうねん。いや、じゃあ俺も、うん、あの写真パッて見たときに、うん、もう似てるなと思って。私似てる。なんか衣装とかも似てたよな。はいはいはい。ジャケットと黄色い、はいはい、ぽい。なんか僕のツイッター見てくれたら分かると思うんですけど、なんかこう、ほんでこの絶妙に写真の時の、うわ、粗品こんな顔するわ、みたいなんで、あ、そうかけマージャン出てたから、まあ、それ半分ぐらい、まあこれは似てるっていうのと、半分ぐらい、これ伸びるんじゃないかっていう気持ちで、おー、なるほどなるほど。で、こうやったら、そんな伸びない、すまん。伸びもしないわ、相方な変ないじりしてるわ、もうすまん。いやいや、すまんやねんお前。でも影マージャンしてるわけないやん、私がね。もちろんもちろん、それはもちろんですよ、うん、そういうちょっとそういう時間よ今とりあえず。あのねしたことないよ、まな影マージャンなんか一回も。僕は影マージャンやっぱほんまにしてた、あんなツイートできませんから。ということや。そうそうそう、あのよくあなたあれも言いますよね、闇スロー、こいつは今それ言ってるんだよみたいな。それはあーかっお前あれほんまのやつみたいな。カンフーあーかブルースあーで言ったことないよ。ブルーシューズで闇スローなんか俺ナンバでよう、キャッチの人はおったけどな、闇スローと思わしき、そのおるおるおる。え、 あれも言ったアウト、あ、多分アウトやと思うんで、ギャンブルどうすか言うよな。4号機5号機とか言うやつ、キャッチで あれがいわゆる闇スロー、多分ね、あれがついていた闇スローですよ。会員制とかのドア開けて、そうそう、会員制のドア開けて、大体雑居ビルの一室でやってんねんけど、うん、そうそうそう、で警察がいつ入ってもように一回壁かます。青かちゃちゃ、俺何誰がやん、何にも僕誰が言っとんねん。お前や、鮮明に喋る。青かお前。じゃ俺別にボケてないから。いや、ノリツッコミが先ボケより来たから。あ、さっき言ってた。うん。もう、松陰寺さんより早いわ。ボケないのに乗ってきたから。松陰寺さんより早い。うん。もう一個先のツッコミ。ちょっと漫画とかの知識でね、それは。あるんですけど。いやいや、ほんまに言ってないのに、せいやさんがちょっとたまに言うから。いや、ボケにしてよ、ほんま。いや、爆笑問題の田中さんとのね、このノリみたいなところあるからね。うん。やっぱこう、そうやな。なんかこう、伸びると思ったんですけど。あ、これ10万20万いくなと思ったらちょっと伸びない。お前な、俺の指相撲のモノマネの方が伸びてた。ないやねんお前。なあ、疑いやがって。難しいですね。難しいですね、あらへんがな。いやでもたまにあるやん、ネットニュースでなんか、ああいや、なんかあったやろ前も、ええ、なんか全然関係ない記事で粗品の写真使われてるみたいな。ありました、ありました。俺待ってんな。なんかっっ普通に俺なんか殺人事件とかでもあったよ。俺の写真使われて。ひどいよなあれ。ファンの人がほんまに粗品さん死んだと思ったり。なんでそんなことなんのあれ。そう、で言われへんしな、それ、こう、この記事で不謹慎やしな。そう、ボケ。あれなんかもう急いで出そうとしてんのかな。なんやろな。なんか写真使われることありますね。なんか俺もあったな、阪神の選手のなんかニュースで、うん、俺なんかもうそれもなんか絶妙に。いつの俺みたいな、なんか、いつもなんかこう、なんやろな、会見の時のなんか。会見やろな。はい、じゃあ、そうそうそう。うん、じゃあ、こちらに、ガッツポーズお願いしますの、うーんっていう時の、やつが多いよな、なんか。多い多い。写真で。いや、ほんま、それで言うと僕、オールナイトニッポンにやっぱ文句、あら、やっぱあるんですよ。この、こんな一年もやらしてもらって。うん、それこそ、俺の、その、いつ使ってんねんみたいな写真。はいはいはい。もう、全部な、オールナイトニッポンの会見の時の写真なんですよ。あー、確か、いや、俺も多い。そうやろ？そうやわ。後ろにオールナイトニッポンみたいなゼロっていう壁紙？そうかも。がある時の写真ばっかり。そうかも。ちょっと俺、畑さんに見せようかな。せやさんには見せましたけど。はいはいはい。あのね、今、小栗旬ってね。言ってたな。Google で調べたらね、そうそうそう、僕の写真が出るんですよ。それ何個かで出るんですよね。それ面白いでしょ、まず。小栗旬って調べたら俺の写真が出る。うん、
それ一回見てもらいましょう。うんうんうん、まあ、まずそれがこれなんですね、畑さん。見てください、これ。この冴えない顔。うんうん、ね。つやさんも一応。はいはいはい。これね。皆さん、これ。このオールナイトニッポンの時の会見。俺やし。あ、ちょっと待ってください。これは見して大丈夫ですか？これ、とか声大、声は大丈夫ですか？声ってなんやねん。リスナーの音で聞いてる人は大丈夫ですか？なんやねん、それ。あ、楽しめへんってことね。いや、違う違う、見せるということ自体。何やねん、それ。これね。小栗旬って知らん。見してよ。あれ大丈夫かな？うん。でカメラこう大丈夫ですか？あ、何がやね、何がカメラ、うん、いやそんなカメラに殴ろうとしてんけど、大丈夫。まずおもうまず小栗旬調べてる僕の顔はこれね、はいはい、誰がやねミックスチャンネルに今見してますけど、そうそう、すいません、またこれミックスチャンネル見てください、うん、ね、うん、これがまずそのオールナイトニッポンの会見の時のやつで、うんうんうん、まずその腹立つなって思ってて、うん、いやほんまに関係ない写真結構あるもんな。ある。もう一個、小栗旬スペース俳優で調べたら、まあ、違うパターンのやつ出るんですよ。はいはいはい。写真がね。皆さん調べてください、うん、今。小栗旬さんと僕の比較の写真なんですけど、これもやばいですね。この悪意。これ。うわぁ、オールナイトニッポンやね、また、これ。なんなんその顔。これ、えぐない？これや、これ。これ誰が、あ、小栗さんの子、あれか、あれか。ちょっと勝手に出したらやな、こうやな。こんなんなっとるんすよ。うわね。なんなんその顔。絶妙な顔を切り取られるよな。どっちもオールナイトニッポンの会見ですわ、これ。あら。ね、オールナイトニッポンの会見がちょっと、うん。こんなんしかないんか、写真。確かにね、いいやつ。ね、送ってほしい。せいやさんが、いなくて、パネルでね、ね、はいはい、僕だけ出たりもしましたよ。はいはいはい。うん。あったあった。そんな写真とか。そう。あったわ。なんか他の人のもよう見る、うん、なんかユリアンがさ、なんか一時期せいやのことを好きみたいなネットニュースぶわって上がってる時も、もう別にユリアン側に立つわけじゃないけど、いやこれはかわいそうやろみたいな、ほんまなんか あいつがなんか多分海外のハリウッド映画のなんか体験みたいなのしてめちゃくちゃ二重顎でボケてる時のバケモンみたいなさ描写のめちゃくちゃあるな、かわいそうやろっていう、これでなんか好きあるある言われる、いや試写会とかのやつですね、もうちょい選んだれよっていうね、写真あるある、ユリアンでも選んでほしいよな。あるもうちょい可愛らしいやつとかさ、俺らでも。それで言うとなんかユリアンから電話来て、この間、うん、よう来るよよう来るよあのめちゃくちゃ来るあいつ電話ラジオで、私の話してくださいって言ってたわ。なんやねんそのストレートなあのなんやねんそれユリアンレッドリブ面白いって下森さんから言ってください。いやよう言うてんだあいつ。そうやんな。まあ、俺はそんなこと言われへんけど、うん、なんかあったらなんか粗品さんは女芸人で私のことを一番最初に認めてくれた人やからってずっと言ってんだよ。お前そうなん？違う違う違う。いや俺それずっと、それ俺もよう聞くやろ。あいつの愚痴。いや俺がなんか冗談とかで、いやお前今日なんかおもんなかったなみたいな、なんかそんでユリアンもいやあんたの方がおもんないわみたいな言って、まあでも粗品さんほんまに女芸人で一番お前が最初におもろいと思ったわって言ってくれましたって絶対言うねん。いや35規制だあいつ。そう、ユリアンまでの女芸人さん全員俺が認めてへんみたいな言い方や、うん、まずな。それがやばすぎるやろ。そうやな。うん、そんなわけないし、俺つに一言も言ってない。ただ、ユリアンのこと面白いとは思いますけど。うん、っていう塩梅よ。あいつあかんねん。確かに。カーニバルのユキエさんでも爆笑してた。カーニバルのユキエさん、うん、懐かしの、うん、カーニバルのユキエさんでも爆笑してたもんな。カーニバルのユキエさんのどれですか？やっぱあのカーニバルさんってね、女芸人さんって、アカネさんというゲストさん劇場のユリアンのファイブアップ時代。あれね、あの、替え玉受験の人ね、アカネさんは。紹介ユリアン事件で言うね、お前。ユリアンがなんか英語手伝ったみたいな話題になった人ね。そうそうそう。まあもう今はね、解決してるんですけど、その、アカネさんの元々カーニバルさんっていうね、懐かしいコンビ組んでて懐かしいで、俺らがネタ合わせ廊下でしてて、この廊下のわかります？曲がったとこが四角なってて、角で姿は見えんけど多分カーニバルさんが喧嘩してんねんな俺らが仲悪かって仲悪かの2人ってなんでわカーニバルさんなんか俺らとカーニバルさんネタ合わせの場所が近かったんよ近かった場所ないから劇場にまたカーニバルさん喧嘩してるわみたいなほんであんたがじゃあネタ
もっと考えてきいやみたいな、なんか、ね、いや私は一生懸命考えてるけど、ね、みたいな、ほんで、もう何やん、じゃあな、やりやみたいなんで、ゆきえさん結構ね、こう喧嘩で負けるというか、あかねさんが強い、結構強いから、じゃあもう何なのそう、じゃあもう何年こんなんやってええのとか、めっちゃキレてたよな。そう、シーンってなって、うん、ゆきえさんが、どうもーカーニバルでーす。あの練習生。そうそうまずどこがカーニバルやねんって思ってめっちゃおもろかったよな、それが。どうもカーニバルです。カーニバルどこがやねんって思って。テンション低かった、ゆきえさん。大ブスとコブスでやらせてもらってます。誰がコブスやねんって、アカネさんが突っ込んで。そうそうそう。いや、あんた大ブスやで。誰がやねんっていうのがめっちゃおもろかったよな、喧嘩の後の。あったあった。カーニバルさんおもろかったもんな。おもろかった。カーニバルさん懐かしい。劇場乗ったら聞こえてきましたね。たまたま三茶で、この前で。どっちと俺、スーパー。嘘。そう。うん。普通に、買い物の途中に、おっきい女の人おるなと思ったら、ええー。ふーって言って、ゆきえさんやった。ええー。うん。久しぶりに。めっちゃ久しぶりじゃん。久しぶり。喋った。いや、まあもう普通に、おだすおだす、みたいな感じやったけど。ああ、うん。まあもうこういう期間やし、そう。この間俺も久しぶりにあのプリマの河野さんとか、あーイベントというか仕事で、そうそうラブ次元の梅村さんとかソラさん、うんうんうん、ネイビーさん皆川とかと久しぶりに、まあリモートですけど会って、うん、いや懐かしかったな。まあ1年、うん、でなんかオールナイトニッポンで、うん、なんかせいやさんが、うん、なんか忘れましたけど、こうもう絶対何々しないでくださいね、ほうもうこれ送ってきちゃダメですよリスナーの皆さんみたいな、うん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 、一幕があって、俺がなんか、いや、振りすぎやろ、言ってた言ってた。いや、河野さんぐらい振ってるやん、みたいな。うん、悪く言ってた。そう、それがちょっと耳届いてました。届くやろ、そら。直接言われました。こんなもん。あれ、なんやねんみたいな。いや、そら言われるわ、そら。すいません、とか言って。近いよ、今や。こんな日本なんかどこおっても。今や近いんですよ。言わんでいいこと言ってたもんな。ありがとうございます、河野さん。河野さんやね。振りすぎやね、あれ。先輩、ディスってたからな、おらんとこで。河野さんがその、本番中にそれを笑い話にしてくれてました。うん。あんなやってたやろ、みたいな。なるほどね。懐かしいね。ああ、懐かしい、うん。令和北南ね、今。いや、厳しいな。プリマ旦那さん、前のコンビ名ね、ほんで。いや、馴染みないやろ。あ、また言った。馴染みないまた言うた。誰が今、すっと言っちゃう。令和北南さん。すっと言えへんよ、俺らなんか特に。北南さんって言う？いや、確かにプリマ旦那さんやな、野村さんと河野さん。もちろん舞台上では言いますけどね、令和北南さん。確かに。俺らの中で永遠にそうやもん。大阪の先輩と会いたいよな。会いたい。もうほんま、だから野村さんで言ったら珍事件あって、うん、あの、ほんまに、プリ、あん時まだ、あ、でも令和北南か。ほんで、なんか、うん、野村さん結構熱いことつぶやきはるやんか。はいはい、ツイッターね。なんかその時なんか、うん、熱いことっていうか多分ね、なんか、ネガティブツイートみたいなんで、ちょっと面白いネガティブツイートで、うん、なんか俺はこんな、忘れ物してまうみたいな、うんうんうん、で俺はもう最悪や今日一日みたいな、こんなことあって、うん、こんなことあって、うん、悲惨なことなんかわーってつぶやいてて、うん、それでも頑張ろうと思うみたいな野村さん節のツイート、うんはいはいはい、で俺はまあそれ見ただけで、うん、別に返信とかしてないんですけど、あのなんかしばらくしたら、うん、ピモンってツイッターに野村さんから返信で、うん、マジやどうしよう来ててやんか。せいやに。そう。何も送ってないね。はいはい。えってなったら、パッてこう、見たら、俺が、うん、まって送ってんねん。その、多分、はい。ま、ポケットかなんかで、ああ、あります、ね。そのまま電源みたいに入ってて、野村さんのツイッター、見た時やったから、多分、まってなんか足に当たって、ポッて行ってもってん、ね、ま。で、なんか野村さんは多分、めちゃくちゃ俺が若者言葉であの、マジを略して、なるほど。まって言うやん。言うそれを送ってきたと思って。ま、マジや。どうしよう。どうしよう。いやだから、どうしよう俺バリ失礼なやつみたいな。野村さんの長文のツイートに対して。ま、ま、やばすぎやろ、ま。ま、ま。まあ一文字。野村さんが、マジや。やば。ちゃんと返してくれてんな、普通に。はてなもないからな。ま、やば。絶妙やな。それも野村さんにそうそう劇場ですいませんでした。いや俺も迷ってんけどみたいな。まあ、そうそう懐かしい大阪時代のね。ほんまや。
会いたいですね。大阪も行けてないですからね、もう。そうやで。2ヶ月ぐらい行ってないか、もう。行ってない。行ってないな。おぉ、何やで。行ってない。行ってないな。お前な。全力でもんな。俺の今の。全力でもんな。速達でもったけど、今。今1秒で、1秒で漏れたけど、世界最速で持ったけど俺。俺そんな言い方してないやんけ。俺もう今一生ほんま最短距離でお届けしたけど今。そんなバケモンみたいな。いや普通大阪行ってないよな、うん、あ行ってないなやけど、うん、大阪行ってないよな、行ってない行ってたな。いや短距離つけて高低差つけんでええねんお前。いや行ってないよ大阪。うん、行ってないね。行きたいね。これはいつ行けるのか。だからこれも県外からまだ出れないということですもんね。だからミキも、焼肉屋ミキも行きたいわ、ほんまに。ほんまやな。久々に。俺も行ってないもんな。そうやな、実家の行ってない焼肉屋ね、気になるわ。いや確かにな、早よ食べたいね。あのやっぱ塩タン、うん、あ塩タンいいね。いいねあれ、やっぱ塩タン、塩タン名物ですか。そうそう、うん、でカルビもうまいし、ロースもうまいし。嬉しいな。そうやっぱ店員がね、ちょっと手洗わんっていうとこが、こういうご時世の前にもずっと手洗ってなくて。洗うし、こういうご時世の前からあの、アルコール消毒取り入れてるから。何十年も前から。いち早く。客の飲み終えたビールのなんか縁みたいなとこ、キュッ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 ってアルコールやって。いや、誰がそんなんすんねん、気色悪い。口紅ついてるよ。やってなかった？やってないよ。アルコール消毒いっぱいしてるし、した後すぐ生線とか混ぜんなとも言ってるよ。アルコールの匂いつくから。ちゃんと時間置いてからやれって思ってた。筋肉屋の息子やな。勘弁してくださいよ。いや、マジで食いたいな。あ、ほんま。うん。もうこれはまあ。まあ、うん、野村さんやん。いや、ほんま。どうしよう。どうしよう。いや、生線食いたいなぁ。いやぁ、あのタレやっぱ毎日だけのタレというか。おぉ、いいね。そう。やっぱこれ焼肉自体食うてないしな。食うてない。まず。家でね、やっぱ食えないです、焼肉だけは。食えない。寿司は食べれるんですよ。テイクアウトで。なるほど。ほんま焼肉だけじゃん、家で食べられへんのって。確かにな。まあ、ホットプレートとかフライパンで一応な。でもやっぱり、粗品さんの家のあの七輪、あれでなんか食べる あの味がやっぱで絶対出へん家で。確かにね。そう、やっぱり創業以来洗ってないんでしたっけ、あの黒い。洗ってますけど。何をですか。洗ってますよ。自転車のカゴみたいなあの網ですか。あれ、はい、あの黒さがいいんですよ。誰が自転車のカゴやねん。あれがいいのよ。いや網洗ってんねん。網洗ってる。焼いて黒なってて佐川が文句言ってたって、取れへんって。バイトのな、佐川ピン芸人。じゃあええねんお前、俺ら犬芸は。いやほんま行きたいですよ。ほんまやな、大阪ほんまに、ちょっと恋しいですね。恋しいね。以前インディアンスさんとかアイロンヘッドさんとな、スペシャルウィーク来た時は、楽しかった、ね、楽しかった、大阪の思い出話。楽しかった。うん、だから、ゲストも呼べてないですもんね。ほんまやで。これいつですか、スペシャルウィーク次。来月とか。ほんまやったら。え、9月？ 9月？あ、そんな先なんすね。え、ほんまやったら来週やった。それもなくなっちゃう。まあそうよな。おー、9月、うん、9月になるんや。じゃあまた鈴木亮平さん9月に、ね、読んで。いやいや、もうええよ。いや、あの感動もう一度スペシャルよ、テセウス。再放送バージョンのサプライズもしてもらうから、俺。しがみ。サプライズ。しがみますね。いや、再放送あったから。いや、まあ、ありました、ありましたよ、確かに。再放送全部、そう。俺、だから、振り待ってたやん、ずっと。テセウスの再放送の話たっぷり用意してるから。振りくり用意してんな。いやいや、ごめんよ、じゃあ、鈴木亮平さん来て一回なんか、いい形で終わったんかなっていうの、ラジオで偉人の。うん、まあでも再放送あって。再放送。ほんで DVD も出ますから、そこまあそれは素晴らしいんですけど、いや、サウンドトラックでもまた話一周してという。いや、お前もらってたけど、はい、なんかサウンドトラック。いや、鈴木亮平さん何回も呼ばれへんよ、そんな。鈴木亮平さん読んで、竹内山さん読んで、ウルさん読んで。ウルさん、はい。主題歌歌ってくれてる。URU。読んで。ウル。はい。どういうこと？ウルさん読んで。ウルさん。
な、何ウル、いやウルコーンでええよ別に。お前ホルモンみたいにな。ウルてっちゃんとミノとウルホルモンみたいな。ウル一人前、ウル一人前ちゃうの。いやほんま、いやいやいや、スペシャルウィークね、ほんまやで。大阪からだからいよいよ呼べたりするわけでしょ、はい、まあね、こ解禁になったそうかもしれないですね。うん、ついにやっぱラブおじさんを呼べるわけですか。お前好きやな、ラブおじさん、同期の。やっぱ大阪の同期もね、いっぱいおるんですよね、おもろいやつ。いや、そうやねん。いっぱいおんのよ。おもろい同期。そうやねんな。まだやってるやつも全員おるよな、それこそ。だから霜降りバラエティとかもしね、交通費出んねやったら、うん。ほんまやな。そうそう、ほんまにそうよ。読んだりとか。同期ね。いや、そう、ほんまマイルドさんばっか出しだけな。ほんま大先輩やから。いや、マイルドさん。やたらマイルドさん呼んでるけど。いや、もっと、ミラマイルド君、じゃあもっと男性ブランコとかさ、同期、ザジーとかさ、いやいや、一緒に同士でやってきた同世代の、あ、まあ、例えばアイロンヘッドさん、インディアンさんとか、もうもっと出していきたいのに、なんか、お前のマイルドさん一択。推しがね。いや、もう違う番組も、やっぱ出てたから、この前。無理やり出てましたね。マイルドさんは、はい、ちょっと世話になってるんで、ね。いや、この事務所がね、多少押すことはあるんですけど、こんな個人押し見たことない、うん、俺。個人押し。うん。個人で押しすぎやもん。マイルドさん呼ばんとな。いやいや、マイルドさんおもろいけど。確かにおもろいんですよ。うん、確かに同期とか、いいね。なんかな。ライブとかやってたけどね。そうやな。これがちょっと復活したら。マユリカ読んでな、あ、お絵かき芸人の話とかしてほしい。面白いですよね。やっぱ大阪やっぱ、エピソードの宝庫というか、いっぱいあるものな。楽しみですね。霜降り明星のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、霜降り明星の粗品です。せいやです。さあ、今夜の、メールテーマなんですが、はい、どうでしょうか。今夜はあなたの見てしまった話を教えてください。ほうほうほう。ええ。先週のせいやさんのトークから引っ張ってきたテーマなんですけど、はいはいはい。どんな話でしたっけ、先週の医者に行って。そうですね、待合室でサインいいですか、うん、友達が結婚するんでって言われて、はい、ああ、いいですよって書こうとして、宛名なんですかって言って、うん、あ、これです、この名前ですって LINE のトーク画面、その友達とのやつ見せられたら、はいはいはい、会話の内容も見えてしまって、うん、ほらほらほら、あれや、霜降りの小太りの方、あーっていう会話が見えて、俺はもう黙ってられず、小太り言ってしまった、小太り、うん、見てしまった話ですね。さあ、これを受けまして、皆さんの見てしまった話教えてください。リスナーの方のエピソード、うんうんうん、見てしまった話ですね、はい。宛先は ss@allnightnippon.com ss@allnightnippon.com。 何や、そのつけたりかけたり外したり何してんのそれ、メガネずっと気になってんよ。何が、何をこう外したり、何や、そのメガネ、ほんまに。いやいやいや、メガネ、いや普通おしゃれやがな。あ、胴入ってんのかいな。胴入ってないよ。いや、もうまあ似合うは似合うか知らんけど、その、いや、あんまそのカチャカチャ、どっちやねんそれ、かけたり外したり。いや、そのなんていうの、このこうちゃんと話すときはこう外して、この粗品さんが喋ってるときチャンスや、おしゃれチャンス、おしゃれチャンス、今やと思ってかけてんねんから。そういうことね。そうそうそう、今黙っとく時間やからかけてんの。せいやと粗品の頭文字で SS アットマークオールナイトニッポンドットコムです。メール採用者の中からゾロリの作者原豊先生の書き下ろし番組特製ステッカーを5名様に差し上げます。ご希望の方はメールに住所、本名、電話番号をお忘れなく。そしてこの番組はスマートフォンアプリのミックスチャンネルでも、東京千代田区有楽町日本放送第2スタジオのレイボーイズとともに同時生配信でお届けします、はい。さらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信。ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見れます。番組ホームページにミックスチャンネルのリンクを貼ってありますので、そこからでもダウンロードできます。霜降り明星のオールナイトニッポンゼロ、ぜひミックスチャンネルでもお楽しみください。大阪行きたいね。いやいや、ええわ、おしゃれチャンス終わり。大阪行きたいね。いや、もっちゃったな。え、さっき大阪行きたいですね、うん、あ、行ってないな、行ってないな、行ってないな。全力でもんな。霜降り明星の粗品です。せいやです。さあ、リアクションメール届いております。はい、あ、粗品さんに質問。はい、ラジオネーム餃子泥棒、粗品さん、うん、
池袋のマルハンの地下にある裏パチンコに入るための合言葉を教えてください。そうですね。海物語の台に座ってね、店員さんの呼び出しボタンを押すんですよ。で店員さんが来たら、ちょっとあんまり出てないんで、スロットコーナーまでちょっと連れてってもらっていいですかって言うんですよ。どうして？そしたらスロットコーナーにこう連れてってもらえるんですけど、はいはい、このスロットコーナーに連れてもらう道中の、あのね、今やってこうお手拭きがね、こう両サイドにあるんですよ。そのお手拭きをこの1枚ずつ取って、で勝手にこう開けて、こうゴシゴシして、店員さんの耳元で、あの、闇お願いしますって言ったら、裏パチンコに行けます。あ、おか誰がやねん長誰がやねん、お前。なんやねんそれ。池袋のパチンコ。長かった。何が？乗りが。乗ってたね、長いこと。いや、乗ってました。乗りツッコミですから。いや、もう乗車レベルやったよ。ちゃんと乗ってた。ちゃんと乗ってた。もういやいや。移動してた、乗ってどっか。あのね、この方誰ですか？餃子泥棒さん？え？ないんですか？いや、ないし。そんな。ほんでなんかその、合言葉みたいなやと思ったら最後、闇お願いしますって、めちゃくちゃバレバレや。なんか、なんかあるんか、なんかわからんけど、よ、なんか、ラーメンチェリーチェリーみたいなとか。ないんです、そんな。じゃじゃ、もそもそもないからよ。合言葉とか。池袋のマルハン、そんなないですよ。そういうことですね。マルハンに怒られるよ、こんなに。そうですね。あと、池袋は俺の元カノいじってんな。いじってません？クレイジーマンやな今最も自意識過剰やでおい。まだ質問来ております。池袋の駅前に住んでる言ってたけど、大阪府東大阪市眩しくて寝れないちゃうねん言ってたけど、お前の彼女言ってたけど、大阪府東大阪市同郷です、ぽっちゃりスウェット、はい、粗品さん、はい、天品ってどういうことなんですか？粗品さんなら詳しいと思うので教えてください。 あの天品っていうのはですね、あの麻雀用語で、点ピンっていうこの点のレートなんですよね。うんうん、ああ、なるほど。だいたいこうスコアで書くときに、まあなんでしょう、3打ちで説明しますけど、持ち点3万5千点やったら、まあ4万返しが普通ですわ。うん、で、4万割ってる時点で、まあ、馬とか、飛びとかも入れて、マイナス60スタートが多いですね。飛んだときって。マイナス60スタートの、じゃあ、もう20飛んだらマイナス80。マイナス80が点ピンやったら、まあ8000円になるんですけど、これ大阪時代ね、1日3回ぐらいやってました。ドアホ！なんか？青か！やってるか、アホ！いやいや、長いなぁ。かけ麻雀やってません。ね。いや、もう途中ぼーっとしてた、俺。いや、ぼーっとした。長いなぁ。最中やねんか。乗り突っ込みにしてはちょっと長すぎて。いや、天品ってその、ありますけどね、赤木とかでもレートのね、天、デカピンとかいいんですけどね。いや、これかけ麻雀の話。これはしてない。いや、そこはしてないのに。なんか、すごい、長いから、乗りツッコミが。いや、してない、してない。全くしてない。ね、勘弁してください、ほんまに。危ない、細やで。あと、スウェットって元カノいじってるよね。知らん、知らん、知らん。お前の元カノにスウェットのイメージないよ。どれ？どれのこと言ってんの？スウェット？粗品さんの写真に対して。はい。東京都豊島区、アンノーン。はい。何ですか？と。何ですか？豊島区。いやいや、ダンビラムーチョか。あ、ほんますか？いやいや、ほんますか？じゃあ。何ですか？ダンビラムーチョか。豊島区じゃないですか？今、野上さんの声で、うん、豊島区、え、豊島区ですって、うん。まあまあ、なんか、この、なんやろ、鬼の首取ったみたいな感じがちょっとしたんで。いやいや、いやいやいや、せいや、豊島区ですみたいな。せいやさんが。言ってくれたらよかったんですけど、あ、豊島区ですっていう、なんか、いや僕まあ一応西の人間ですけど、そんな顔されたら。いやいや、池袋がある空なんですか、豊島区って。へぇー、畑お前元カノいじってんじゃん何いじってんだよお前、クレイジーマン。東か西かどっちだお前、西だったら許さねえぞ西なんかい、西なんかい。アンノーンさん、粗品さんネットニュースの記事の写真が気に入らないなら、今写真を撮ってこの写真をネットニュースで使ってくださいってツイッターで投稿するのはどうですか？なるほどね。うん。それええか。これはほんまにいいメールです。ほんまやな。うん。各紙面の。うんうん、うん。ああ、それありやな。どんな顔で写ってたらいい？ネットニュースの時。どんな顔がただ適切か。この笑顔もどうせ爽やかな笑顔もこうちょっとやばいやん、
変な文章で書かれた時に笑顔も何笑ってんだこいつみたいなコメントブワーってくるし、くる、あの顔はもう無敵のあのシーサーみたいなあれいやいやあれ 何人も寄せつけへんやろお前の変顔の最終奥義俺のな必殺技ってやるやつ、いやあるけどあれ、いやそれでやったらまあそうやな、うん、悪意あるからな、でもまあでも写真な、うん、結局その狙ったやつは使われないですからね、もう番組写真担当の陰謀マニア出た、陰マニ取りに来てって書いてますけど、陰マニもう陰謀マニアなんや、陰マニあれもう陰謀マニアで決定したんですね、僕が陰謀10本抜いた時があって、はいはい、そのどんな時やねんそれ、はい、何やねんその、あの陰謀10本と抜いた回、何の回、そんな回で覚えんなよ、あったよ、いやいや、あの粗品さんがモノマネもしてたかな、俺が粗品モノマネ回や、いや陰謀会、言わば何が陰謀会、陰謀10本回よ、だやがしゃ、モノマネ10本回に陰謀に来てるやん、前のめりに写真撮ってた、その時だけ陰謀マニアさん、ちょっと撮ってもらおうか、気ぃつけない、陰謀アンチもいますよね、確か全く陰謀で笑ってない、あインチ鈴木さんかな、あ陰謀マニアと陰謀アンチがいるんで、まあバランスはいいんですよ、陰謀としての、うんうん、そうそうなるほど、そうそう、すごい入りやすい環境、どうしよう、どんなにしようかな、でもな、この今ちょっとそうやね、髪の毛がボサボサやからこれがまた悪い印象を与えたらあれでしょ、襟足とかね今長いですから、まあ、一応一枚取ろうかな、じゃあた座ってたら偉そうよな、こういうの、うん、まあまあいや今コンディションがいいとは思えないですね、まあまあ一応一回取ってみようか、うん、普通に長いな髪の毛いやいやもう武田鉄矢さんはい、いやいやもう武田鉄矢さんですよ、長誰がですか、いや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 何がズラなしでもうできるよ、いやいやいや、お前武田鉄矢さん俺もうできんやん、お前の前で、え、俺髪の毛今武田鉄矢さん、完全に武田鉄矢さんや、あ、そう、うん、でもまあこの武田鉄矢さん昔の武田さんや、若手とかの刑事物語とかね、長いなぁ、オリキンとかの時の、はい、チーズ、陰謀マニアが撮ってる、ありがとうございます、これだからツイッター一回上げてくださいよ、俺のやつこの、これを、いやどうせ使われんねやろうけどな、悪くね、悪くね、うん、写真は撮りましたんで皆さんツイッター等でちょっと確認してみてください、そうですね、うん、まあいろいろその裏のそういうの言ってないということで、言ってません、ありがとう時間を設けてくれてあのね言ってないんですよほんまに、なんやろな、なんか言ってるみたいになってるもんな、ツッコんで、そんなことないけど、そのよくね、うん、言われるんですよ、麻雀掛け麻雀してないって言っても、ほうほうほう、いやそんなわけないやんってよう言われんねん、あ、麻雀だけドンジャラみたいに遊ぶわけないやんって、そうそう、いやその考えがもうダサいよね、古い、金かけてるわけない、あとよう言われるのが、うん、なんか、競馬とか公営ギャンブルででかく買った、うんうんうん、写真載せた時に税金ちゃんとやってんのみたいな、気になる、確かにやってるに決まっとんがな全部申告してます。そらそうだ。もう今年もちゃんと払ったし、うん、の去年分ですか。そらそうだ。競馬の収益はもうメカニズムも全て理解してます。元手が3連単100円やからちょっと損するみたいな、税金的にはね。偉いね。全て私やってますからお願いします。偉いね。はい。いいね。はい。でもなんか。なんか。お兄ちゃん。もう喋られへん。なんか。早っ。何ですか、いやもう牽制早すぎて動かれへんわ俺なんか早っ、牽制リードできへんかった今、なんか早っ、刺していくかな、盗塁は、あ、そうなんや、そうですよ、いやなんか何ですか、なんか何、まあまあまあ、はい、いやなんか嘘の税理士おるよねみたいな言おうとしたけどあれ誰なみたいな言おうとして、もう牽制早すぎて怖いわ、刺しました、もうリードできへん、二塁いかれへんわ、すいません皆さん、メールテーマの方もね、送ってください。そうそうそう。でもギャンブルでさっきよ、河本さんの出てたでしょ、次長課長の。そう。生配信に出てました。生配信、好きやねんな、河本さんもパチンコ。めっちゃ好きらしいな。あれ、ほんで、粗品さんとパチンコトークみたいな、してて、粗品さんからパッて急に URL 来て、その、ズームの。うん、もう何かなと思って行ったの。河、はいはい、本さんがなんか、なんかパチンコの話してて。
あれ俺いる？どういう経緯やったか全く分からんけど。いやいや、あれはもうせいやさんいるんですよ。さっきのね、生配信で、見ていただいた方もいるんですかね。2、3時間前、下り明星と河本さん。そうそうそう。で、話して、みたいな。1時間ぐらい、ね。そうそう、めちゃくちゃ好きやな、パチンコ。そうやな、河本さんやっぱ昔からやってんねやろな。うん。なんかパチンコの画像を出して、その画像をカーソルで指さしながらトークする。なんでしょう、俺結構その上の世代の人とパチンコの話するとき話合わんこと多いんですよね。まあやっぱ変わっていくもんな、機種が。俺は今の代をやってるけど、うん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 、で河本さんそれで言うと昔の代もやってるし今の代も、もう打ち続けてはんねん。俺とめっちゃ話あったな、好きな代も被ってるとか。なるほどな、確かにな。だからそこでも出たけどほんまに、な、一回沼沼ね。そう、カイジの沼が出るって言われて、粗品に、おい、沼出たぞと言われて、あれ、京都の、京都です。営業の合間かな、なんか。行きました、石川くん。駅の反対側。なんか、そう。なんか、喋りかけてきて。何が、石川くん。何がいいじゃん。ついに沼出ましたよとかって。おー、粗品さんとか言って。佐々木さんとか言ってな。行きますか俺もとか言って。さすがにこれはちょっと行かなあかんなとか言って、ほんま。あった。まあ、言うても、合間なんか二人で行動してんけど、その時だけは、二人でパチンコ屋行って、行った。で、なんか俺はそのテンション上がってるから、もう開示モードみたいになってて、おい、あいつ一条ちゃうかとか言って、出てくる人物、店員ね、あいつ遠隔操作するんちゃうかとか、そうそうそう。男、坂崎のおっさん。お前ビール、お前分からんようにお前入れ替えろよとか、開示に出てくる。高まってるテンション。そう、沼っていうのがあるんですよ、この福本さんの作品の。そうです、そうです。もうそいつはもうほんまに、もうほんまペテンシやねんな、うん、もう三段くるんって言って球がぐるんぐるんぐるんって回って穴入って、一段二段三段ってなって、三段の最後の当たり穴入ったら、もう何億という金が出んねんけど、それが傾いてたりすんねんな、台が傾いててとかね。そう、なんか空気出てたりとか。そう、おもろいね、それがおもろい。ほんで俺は楽しみに、これ傾いてんちゃーんとか言って、連れて行ったのがこれーとかってお前に言われて全然違う。なんか天竜インフィニティでしょ。天竜インフィニティっていう、なんか三段クルーンみたいな。そうそう、三段クルーンあるけど、俺は CR カイジを打てると思ったよ。なるほどね。もうカイジのざわざわとかがこう、わかる、この文字でざわ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 とかってこう棒で出てきたりとか、班長リーチ、はいはいはい、ヘタッピサとかドーンって始まる。大月班長や。そう、そんなんを期待してたの、全然ちゃうかった。え、違います。これはせいやさん。申し訳なかったんですけども、ね、天竜インフィニティが出だした時ですよ。その時って、あれ沼って言われてたんや、ほんまに。あ、もう。業界では。そう、パチンコ界で、あの沼ついに出たなってなったし、うん、俺それ聞いてたらね、その普通の開示の台もありますから、そっち、半調リーチもある。そっちやったわ。そう。で、それで言うと、今、ほんまの沼、出てますから。俺沼打ちたいねん。ヌナは打ちたないの。そのお前まだ俺のこと舐めてるやん。前は天竜進めて、次はヌナ。俺は沼が打ちたいんや。いやいや、ヌナは打ちたないのよ。カイジにヌナは出てこやんかった。俺真剣噛んだんや。な。いや俺が真剣に言ってるんだよ。お前が噛むわけないやろ。噛んどんねん。沼出てますから今。いや、ほんま、それやったら打つよ。その日、結局 CR リングやってすぐ負けて、なんか、わけわからん気持ちで帰ったからな。お前に爆笑されて。ありましたね。俺が爆笑した。来る、きっと来るって、あ、これ歌っちゃダメですか。もうええわ、それ。ミックスチャンネルはなんかほんまに、ホットみたいなあったけど、選手。あったな。野上くんの判断なんでわかんないっすけどね。バチバチ？なんで？バチバチですか？肉ちゃんあかんない、ね、あ、そうなんすね、ほんまにあかんかったんや。パチンコおもろいね。おもろい。ほんで河本さんの話でさ、そのグラン、あの演技グランドスラムの、はいはいはい、まあ、散々言ってるけど、のあの二角師匠久しぶりな、3人、その3人ほんまや、当事者加害者2人と、そう、被害者1人、生放送で、うん、まあ、よう言うてる話やけど、俺が二角師匠のメイクして着物羽織って、河本さんがコーナー仕切りで、この、じゃあ、このネタ終わった人どうでした？二角師匠。なんかようわからんけど、とりあえずおもんないな。いや、言うかみたいな。はいはいはい、二角師匠そんなん言わねんっていうコーナーがあっ
で、その後に石橋さんが出てきて、サプライズで、大して、わーって暴れて、で、僕がもう、あ、これ、二角師匠やから、もう、こう、静かにしとこうって。やめとこうそう、思ったら、ほんまに、粗品と河本さんが同じ力で、二角師匠って言って、押したんです。背中押した二角師匠いけ忘れられへん、おられ。そうそうそう、正確には、二角師匠いけほんま河本さんも相当してたよあれ河本さんもなだから今日覚えてたしな、ちゃんとやっぱ喋ったら3人二角師匠いけって言われてで俺も最短で出たもう最短で絶対石橋さんからして意味わからん俺なんか初対面の知らん若手、でメイクしてます二角師匠誰意味わからん、で性格真逆のこと言う意味わかりません、はい、それを生放送最短で言おうと思って私、性格真逆の二角です。石橋くんやね。おう、早い早い。はい、体でかいだけやな。言ってねえね。シュイーンの下、もうもっと下の。キュイーンっていうのがもう、機械の音聞こえてる。岡村さんマイク離す。あら、助けてくれない。岡村さんも言ってた。言ってた。うん、あれはフォローできんかった。いや。マイクのスイッチ切る。もう、あとは石橋さんの俺胸あたり見てるだけ。ぼやーっと。蜃気楼みたいな。なんか慣れって思って。なんか慣れて見てた。石橋さんが、面白くない。で、切られて。っていう、そう、話で俺でも、この後があって実はこれ言っとかなあかんなと思ってこのままやったら石橋さんにちょっと失礼な話で終わるやんか、この後にこれは初めて言うんですけど、全部終わって演芸グランドスラム全部か忘れたけどネタ終わりかな、そのコーナー CM 行ってからか分からんけど俺一人であのセットの裏みたいなスタジオ抜けるとこで石橋さんが立ってはって頑張ってよたぶん M1 優勝して、頑張ってよ。次頑張ってよ。みたいな、そのなんか、若手で頑張ってくれみたいなニュアンスのわざわざ言ってくれはったっていう。そう、俺これどっかで言いたいなと思っててんけど。一回も言わんかったやん。ダウンタウンなん時ベロベロやったから。あの時にな。そうそうそう。で、かけてたけど。そうそう。だから石橋さんと次お会いできたらやっぱね、その、話とかも、あの時すいませんでしたみたいなのも言いたいし。石橋さんとか言いたいな。そう、優しい先輩やったんですよね。ちゃんと会いたいよな、石橋さんとか。トンネルズさんは一番会ってないよな。はいはいはい、はい。やっぱり。そうですね。そうですね。だから、タモリさんもそうなんですよね。ああ、同じ感じで。会えてないとか、一回タモリクラブ、一回だけ行ったけど。出させてもらいました。うん、よくない何が何がやねんな何がよくないファールフライみたいな日やったなもう、なんかでも台本もなんかギャグで攻めていくみたいなまあ打ち合わせでそういう話そうほんでなんかまあ俺も悪いけどやっぱタモリさん好きすぎてはいはい俺タモリさんのなんか前の、なんかトニータニさんもめっちゃ好きやし。トニータニさん。サイザンスマンボっていうね、昭和28年の。昭和28年ブレイクした歌とかで。え ?60 年前ぐらいってこと、そうです。もう70年前。テレビ創世期。何言ってんの江野健さんの時代の。江野健さんじゃなくて。江野健誰江野健さん江野健さんってもうテレビの創始、もうほんま、テレビの前の時代から活躍してて、テレビができた当初、まあもうほんまに、もうテレビが始まってからのタレントさんかな。1900。もうほんま前半。タモリさんが何戦前かだから。出てたん、そこに。出てたというかね、なんか、そういうなんかピンの、こう、レールというか、ほんでタモリさんも衝撃な、こう、アングラな、なんかちょっとこう、変わった芸風でこう、モノマネとか、それこそ、四カ国語麻雀とかね。へぇ。なんか、携帯模写とか出てきて、もう大、俺古いやっぱ、お笑い好きやから、ミーハーやから。はい。そのタモリさん、好き。に、そう、絡まれちゃって。まあ、あの、なんですか、タモリクラブのこの、ゆったりした雰囲気が、いいところをっていう。それも言いたい。それも言いたい。空回りしてました。石橋さんとタモリさんね。あるわ。ああ。ある。確かにな。あんね、やっぱす、こう、笑い、好きすぎてみたいな。もう俺、あれも羨ましいもん。何お前しか、有吉さんにフォローしてもらってない。もうほんま。あの、羨ましい。ね、
あ、フォローされてない、ほんまに。なんでか俺だけフォローしてくれ、有吉さん。全くハマってない。いや、嬉しいな、だから、全くハマってない。有吉さん。うん、有吉さんフォロー、あの、なんか、何回かやり取りしてましたけど。やり取りしたんで、うわ、これフォローしてもらえんねや、と思って、楽しみに、次の日、こう、起きて、すぐ見に行ったよ、有吉さん。はいはいはい。何にも書いてなかった。あの、フォローされてますっていう欄に何も、ね、うん、あれあれこう寝起きやからなと。あれでも、俺も俺で、んって思ってんけど、ほうほう、この、そういうやりとりしてたやんか。それ嬉しくて。あれさ、な。途中でなんか、俺はコンビの片方しかフォローしないって決めてんだよみたいな。そうそうそう。霜降りで言ったら粗品。おぉ。そうそう。ブラマルで言ったら小杉。うん、うん。おぉ、藤原で言ったら原西。はいはいはい。んみたいな。この辺から。うん。うん、で、オール阪神巨人出たら阪神師匠なのよって、うん、俺いじってんじゃん。いやいや、俺の方が。違う違う違う。このラインナップ、俺の方がいじられてる可能性ない。いや、これもう分からへん。有吉さんの真意は。有吉さんの真意分からんな。でも絶対巨人師匠の付き人やったから、阪神師匠だけは俺ボケやと思う。いや、そうやな。絶対それだけはボケやろ。絶対ボケ。巨人師匠付き人やったもんな。いや、フォローしてくれないんですよね。うまくいかんかったタレントさんと、もう一回お会いできんのが、なかなかないね。あらい。なかなかタモリさんとかもそうやけど、そうやねんな。ちょっと今年の目標かもしれない。確かに。リベンジ。リベンジですね。霜降り明星の粗品です。せいやです。霜降り明星のオールナイト日本ゼロ、香川県の西日本放送、愛媛県の南海放送、この2曲で聴いてくれていたのだとはここでお別れです。1時間のお付き合いありがとうございました。まあ、またトニータニさんの話聞いてくれよな。いらんな。トニータニさんの話すんの結局誰な、トニータニさんまあでもめっちゃすごい、あのザンスとか言うやん。ザンス、ダンスじゃなくて、いやマダムとか言うでしょ。ああ、あのお金ザマス、うん、ザマスみたいな、あれを流行らした人よ。へえ。うん、なんか芦屋かな、どっかでなんか育って、芦屋か忘れましたけど、そういうそろばんの先生がそういうなんか言い方しててみたいな、確か。ザンス、あのシェーっているでしょ、嫌味シェー、はい、あれのモデルの人です。へえ、すごい人。そうそうそう、めちゃくちゃすごい。大ブーム。シェーは浦安鉄筋家族。うん、あら、おそ松くん、おそ松さんでした。そうですか。残念です。空気、あら、うん、空気悪なった。残念です。本当に。残念ですね。さあ、今日のテーマは見てしまった話。はい。ありますからね。大阪府大阪市、ラジオネームおもちもちもちももち。高校の頃、クラスのグループラインに僕だけ入れてもらえなかったのですが。一番クラスで僕と親しくしてくれていたやつに卒業間際入れてやと頼んだ時に、そいつの LINE 画面がチラッと見えて入れる？どうする？的な文面があった後、やめとこうと書いてあり、ごめん、システム的に無理らしいと返事をされました。システム的に無理ってなんやねんと思いましたが、そのままわかりましたと返し、卒業までの2週間より楽しくない高校生活を送りましたとさ。とさ、めでたくないね。泣きそうなるわ。いやいや、そんな。でもこういうやつやから多分おもろいんやろな。いいこと言うね。そうやわ。こういうやつの方がおもろいもんな。こういうエピソードある人の方が。ほんまにそう。はぶられてる方がちょっとこう良かったりもするからね。お前も今、はぶられてるもんな、芸能界で。そうやね。もう、ミノさん、助けて。やかましょ。ミノさんに、ミノさんなんですね。あなたの中の、ドンが。未だに。ミノさんに求めた、助け。もう、なんかわかんないけど、ミノさんしか出ない。ミノさん、助けて。誰がはぶられとんねん。あ、すいません。もう大人気よ。大人気？もう中心中心。なんやそれ。東京都桃太郎っす。はい。僕は、出会い系とかやったことないと言っていた友達の携帯に、うん、マッチングの通知が出てきた瞬間を見てしまいました。優しいので本人には言ってないです。いいね、それあるな。そんなあるな、ちょっとだけ恥ずい感じな、うん、これなんやろうな、この携帯はだから勝手に人のとかやっぱほんま見ん方がいいよな。そうやな、これはマナー良くない。まあ、エゴサとかもそうですよね。エゴサせえへんねんって言いながら、エゴサしてるとこ見られたらちょっと恥ずいもんな。そうやねんな。でもやっぱこういう仕事してたら、そのエゴサーチっていうか、反響普通にあの下りってどう思われてんねやろとかは仕事上あるもんな。別に。そうですね。うん。なんか、サッカー部のおとなしい、もう幼馴染で、ずっと友達やったやつの、なんか、
携帯ポロッと落ちた時に、なんかめっちゃエロサイト出てきたん思い出した。すごい空気なってん。あ、そう。そう。いや、そんなやつちゃうねん。ああ。絶対そのエロに、なるほどな。あの、敏感なやつじゃない。おったおった。そう。もうそういうやつがパッて携帯、みんなの前でこうエロサイト、ブワーって出てきたときは、ああ、っていう。おい、みたいな、ならんの。そういうのならんやつやったな。いじったらほんま顔真っ赤かなって。最悪や、かわいそうに。俺らも、その、見てないふりしたみたいな思い出したわ、これ。あるね、そういうの。エロサイト一番そうやな。せいさん、マッチングアプリとかやってないんですか？マッチングアプリはやってないのに、あの、なんか広告だけ使われてた。せいやさん、マッチングが。どこで曲いっとんねん、だから。サナリでヒーロー。すいません。霜降り明星の粗品です。せいやです。時刻は4時を過ぎました。毎週金曜日のオールナイト日本ゼロは我々霜降り明星が担当しています。はい、メール来てます。はい。神奈川県ラジオネーム付け合わせは玉ねぎ。僕が中学の時の見てしまった話ですが、当時気になっていたバレー部の女の子と遊んだ時に、その子がスロットタイプの自動販売機で最後の桁の数字が違ったことに対して、自販機をグーで2発殴ったのを遠巻きではっきりと見てしまったことを今未だに鮮明に覚えています。まあ学生やから映画な。この2発ってとこがおもろいな。一発ダンじゃなくてダン。めっちゃ腹立ってるやん。めっちゃ腹立ってます。いやもう当たらんよあんな。純粋やからな。うん、あれ今回こそリーチで今回7やんみたいな。な、うん、7、6、最後の一桁で外れるんですよ。あるな、女子もな。見てしまったか。あるかも。なんかまあ小学校のちっちゃい頃とかで言ったら、まあ鼻くそとかね、食べて舞うみたいなのは。鼻くそってでかいよな、小学生にとっての。でかいね、あれ。あれえぐい。あれ核やな。もう核保有してるみたいな。もうあいつ鼻くそ食べたっていう情報俺持ってんでみたいな、うん、抑止力ですよ。小学生の鼻くそ。嘘か、ほんまか分からんしな。えぐいよ、小学生低学年の時の鼻くそ情報って。鼻くそ情報あれ爆弾ほんまに。誰か言い出したらもうそうなるし。いや、えぐいよな。あれ、いや、よく、あれきついわ、女の子かわいそう。愛知県名古屋市ラジオネーム山氏。はい。去年の夏休みに実家に帰った時に、祖母が原付の一時不停止で警察に切符を切られているところをちょうど見てしまいました。背中がいつもより小さく見えてとても切なかったです。切ないね、祖母。祖母が減点されてんのだけは見たくない。祖母か、これは見たくないね。これ見たくないですね。祖父より祖母やな。ああ、そうですね。より一番嫌かも、このおじいちゃんおばあちゃん。おばあちゃんのそんな見たない。おばあちゃんの失敗は見たくないね。ないです。逆もあんねんけどな、そのばあちゃん被害者みたいな俺、ああ嫌やな。そう、あの、なんか久しぶりの中華でみんな家族団らんで、ほんでじいちゃんおばあちゃんでなんかわーみたいな、久しぶり集まったな、こんだけみたいな盛り上がる時に、あのトロットロのあんかけ系の、あのなんていうの、卵の、あれがピュッってばあちゃんの、おしゃれしてた服に全部、俺もう、あっ、あの、あんまあの年で熱っって聞かんやん。あのばあちゃんが、天津飯や、天津飯。丸ごとよ、もう、ちょっととかちゃうよ。丸ごと、ペローンって天津飯がばあちゃんの足にかかって、熱っ熱っ熱っっていうばあちゃんの、聞いたことない。で、じいちゃんもこう、うわぁ。もう泣くそ悪い。もう全員なんか、ああっていう。俺も、見ときたかったなっていう逆に。おうほう。なんか、母ちゃんが言ってた話やねんけど。ほうほうほう。ほんま普通に母ちゃんが、こないだ、道歩いてて、ほんまに肩ぶつかって、え？人と。母ちゃんが。俺の母ちゃんが知らんおっさんみたいな人と。え？誰だろじゃんねんって言われたらしい。俺もこれ腹立つな。腹立つわ。腹立つな。1年前ぐらいからそんな言ってた。腹立つわ。めちゃくちゃ腹立った。いときたかった、その場合。あるわ、そういうの。あるそんなすなよな。あった、あるある。俺もおかん一回あった。なんか、
一時停止した車が、うん、あのおかんがこう歩道を歩いてて、でおかん見つけて一時停止してたのに、うん、おかんがちょうど車のとこ来たらブーンっておかんが引いておかんが「いた!」って追いかれた。もう言うてたよ、家帰ったら最悪な、今日車引かれたって「ええー」って言って「ええー!」大丈夫かみたいな、怪我はなかったと思うけどびっくりしたみたいな。怖いよな。おとんはな、まだ男やからさ、うん、なんかこうちょっと怪我とかでも、あ大丈夫かなって。おかんばあちゃん系はちょっと心配やな、やっぱ弱いというか、うん、あるな、ある。東京都坂坂46.2期生、うん、僕が見てしまったのはバイトの控え室で濃厚なキスをしている先輩たちです。休憩するために控え室に入ろうとしたらディープなキスをしていたので、そのまま静かにドアを閉めました。これは粗品さん立ってますね。立ってますね。チンポの話チェリー。いやいや誰がやこれは。え、チンポの話してます？チンチンね。え、チンポはあのセクシー女優の言い方やから、ベテランのセクシー女優の言い方なんで。あ、すいません、はい、いや俺のスーパーチンチンが、スーパーチンチンはマリオが大きくなった時一緒に大きくなるやつ。でんでんでんって言いながらマリオのキノコが大きくなるやつ。キノコでそうなんですか、はい、スーパーチンチンは違うんです。チンコオブザワールドがだから、チンコオブザワールドはもうチンチンの最終奥義。最終奥義、そう、もう出して出して出し尽くし して三浦さんが最後に出すやつ。チンコオブザワールド。ええ、体調悪なったやつな。三浦 D がね。で、チンコロマンジュがだから。チンコロマンジュはチンの国のお土産。あ、駅前で買っていけ、お前。すいません。うん。忘れて東京でも売ってないから。あ、絶対覚えとけ。誰が立ってんの、お前、こんなんで。せいやさんこれあったでしょ、あの、水曜日のダウンタウンで。あ、ドッキリでね。ええ。あの、僕が、そう、楽屋で、なんか、よろしくお願いします、みたいなプロデューサー同士が男女で、うん、そうそうそう、俺が出てきて帰ってきたら、俺の楽屋で抱き合ってチューしてみたいな。あったあった。なあ。うん。もう何も言われんかったな。うわーって言って閉めたけど。うわー。やっぱ何も言われへんのよな。見たことない、あ、俺見たことあるわ。そう。リアルに。高校の時にめっちゃ もう遠巻きというか、ええ。高校の時の非常階段の屋上。わあ、すごいところ。上かな、一番上で。で多分もう夕方の6時ぐらいで全員帰って、うん、クラブ活動してるだけ、うん、してる人だけやったよ、はい。で、俺が、なんか多分たまたま見ててんけど、うん、女の人が、うん、ズボン下ろしてた、男の人の。俺ドキドキしてさ。高校？高校。俺あれ忘れられへん。多分カップルでイチャついてんねんけど、ズボン下ろしてこう女の人がかがんで男の人が立ってるみたいな。俺あれほんまなんか青春やったの。うわーって思って見たんや。うわーって言ったもん、ほんまに。ってもうバレた、怖いから逃げたけど。あれは絶対に確かに見てる方がドキドキするな。うん、あれはあれはチュパチャップス。チュパチャップスかい。うん、なんやねんその言い方。ね、チュパチャップス。チュパチャップス。怒られろお前あれは。チュパチャップス。いやそういうのもありましたね。はい、今日のメールテーマは見てしまった話です。皆さんに応募いただいております。うん、さあということでここでこんな新コーナーのお知らせです。お真夜中のトラ。いやいや見てる。来たね。我々が大好きな伝説のテレビ番組マネーの虎にスポット当てる新コーナーです。うん、2001年から2004年にかけて放送されていたマネーの虎で見たことがないという方もいると思います。うん、簡単に説明しますと、夢や志はあるけれどお金はないという志願者が大金大金持ちの社長を目の前にして事業計画をプレゼンします。うん、で融資したい社長がいればマネー成立となるリアリティ番組でして、うんうんうん、番組の大きな特徴の一つが虎と呼ばれる社長の面々ですね。こう生半可な計画をプレゼンする志願者を叱咤したり、うん、怒鳴ったりたしなめたりするシーンが当時大きな話題となりました。うん、本家のマネの虎ではですね、虎たちが会議室で志願者に対して何かこう言っていましたけども、うんうんうん、
このコーナーではトラたちが意外な場所で何かに対して怒っているシーンや、うん、あるいは誰かに対して何かを諭している場面などを勝手に想像して送ってください、うんうんうん、選手も散々こう我々ね盛り上がりましたが長いことやってましたね、エンディングで15分ぐらい、まあ、どんなトラたちがいるのか、せやさん、うんうん、例えば、小林社長とかね、あ小林社長で言ったら、はい、電卓ってね、はい、いくらそれいくら値段はあのなんちゃらなんちゃら円です、うん、客単価は客単価はなんちゃら円ですそれ性格それ性格、まあ、まあはい一応それじゃ困りますわ、性格じゃないと商売できないですわあ、はい、それ1年で潰れますわ、恥かきますわ言ってたけど僕も表に立ってますわ、あなたも表に立ってますわ、それお金は出せないですわみたいなね、このなんちゃらですわとかいう社長どぎつい関西弁、そうそうそう、そしてあの決めフレーズもありますね、切れる時の、あのうどんの国の人にね、あほんだらっとこう言ったりとか、いろいろまああったりとか、はい、あるんですよね、そして堀之内社長、うん、独特な方言が魅力的で事業計画の不備を必要にえぐる、えぐいからこの人、金は出さないけど口は出す堀之内社長、堀之内社長だからさっきやってたやつですよね、はいはい、あどこに自分、ね、そう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 、気持ち悪い、そうそうそう、あなたね、すごい、あ僕絶対って言うとダメなんですよ、絶対って言葉嫌いな、この人も足やんのよな、うん、それね、あなた、うん、美味しいの食べさせて頑張ります、パン屋はええ、好みに合うようにパンはええ、論より証拠ですよね、うん、次のパン、高橋さん、ええわ、魔法の水、これをちょちょちょってかけます、腹立ってるやろな、こいつも絶対松本教室、うん、さっき買ってきた、その、あの、のキャラとかとか、河原社長、うん、自分がやってるラーメン屋をけなされると、うまいよと急に大きな声を出す、あったあった、何年間でもね、うん、河原社長もちょっと独特ですね、はい、僕の好きな南原社長淡々とした口調と南原社長好きなんや、一切変わらない表情で珍しい、冷徹なトロという異名で人気を博した、うん、あの河原社長とバチバチやったんですよね、南原社長、南原社長めっちゃ身内と喧嘩するからするするする、社長攻撃すんねんな、それがおもろいのね、そうさ、他にも魅力的なトラたちいますけども、うん、もうまあまあまあもうね、どうにか見てもらうとか、そうそう、もうめっちゃおもろいからな、おもろい、いろいろこうなんかまあオリジナルでもいいですしね、なるほどね、うん、マネの虎の社長とか挑戦者、変な挑戦者でもいいですし、はい、さあメールの書き方ですが、例えば小林社長が動物園でライオンに怒鳴っていましたとか、うんうんうん、宝くじ行列の中に堀之内社長が並んでいましたなど、うん、虎のセリフの前に前置きを書いてもらえると助かります、うんうん、で今言ったように虎ではなく志願者の方で書いてみたいというマネの上級者の方からのネタも大歓迎でございます、うんうんうん、まあ基本はでも虎が面白いかなと、うん、ssatmarkallnightnippon.com 宛先は ssatmarkallnightnippon.com です。このコーナーのメールはせいやに選んでもらいます。メールの件名は虎でお願いします、うん、続きましてはレギュラーコーナー参りましょう。こちらです。自分のことがずっと嫌いだった、死んでしまいたいと思ってたのコーナー。我々テレビ朝日のラスアイよろしくで共演させてもらっていますアイドルグループラストアイドル、彼女たちの最新シングル愛を知るの印象的な早口部分の替え歌を送ってもらっています。替え歌のテーマは子供の頃の印象的な思い出で送ってもらってます。はい、東京都墨田区アクネカイザー64の 3D スティックをサンディスティックって言ってるやついた。あったあった。ああ、俺言ってたかも、サンディスティック。サンディって言ってた。3D スティック。あるなあ、サンディとか言うし、あの、コンピューターの言い方も、うん、コピーって言ってたな、俺の地元。コピーコピー、コピーが。コンピューターのことうん、わからん。そう、独特の言い方とか。一気に。CP とかもあるよ。いや、ないかな。モテなかった64。いや、モテました。っていうことは、こんなありふれたあるある今、ど真ん中言ってるけど。ど真ん中な。コンピュータ CP とか言わんかった ?CP 言わん、まあまあ CPU とか言いましたけど。CP って言ってたのうち。CPU って言ってた、ちゃんと。CPU。うん、CP 言ってたかな。CP って言ってた、ずっと。コピー。お前 CP、やってや、とか。言ってないなぁ。コンピューターは言った。コンピューター言いました。うん、コンピューター、CP、うん、コピーやな。持ってたほんまに、ね、お前。え、俺が買ってもらってたちゃんと。友達んちってやってたよ。おい、貧乏やないかい。瓶、うん、や。
何やねんピンって。じゃあ俺の方が記憶明白やん。俺持っててた64。あ、持ってた。お前俺とディーリコングレーシングして分かったやろ俺の腕。レア車の腕舐めんなよお前。誰がレア車でいけんねん。ディーリコングレーシング、ドンキーコング64では負けなしいや。あ、後ろに乗せんでええの。俺負けなしなよ。新宿区エミタス、はい、友達から聞いたポケモンが増える裏技で俺のリザードン消えてなくなった。かわいそう。あるあるある、あるね。腹立つわ、ホラ吹きやがって。かわいそう。友達電話言うからな。せっかく60ぐらいまで育てたリザードン消えてなくなった。名前とか変えてな。裏技流行ったよな。流行ったな。いろいろ結局嘘やろあれ。セレビーとかさ、ああれ、まあ、都市伝説やんな。セレビーは確かにそのちゃんとはね、バグとかではね、あれバグなんや。なんかあったりとかあったけど、あれ金銀かな、あの森で、うん、セレビー出るみたいな、ね、あったわ。ほこらみたいなに甘い香りみたいな、あった入れろみたいな、喋りかけて、そう、あったな。ずっとやってたわマジで。あったな。一個も出えへんボケが。セレビーとかミュウも結局出ないんでしたっけ。まあ、基本やっぱ成功で出ない、ね、オフィシャルでは出ないんですよね。映画とかであったんかな配布が。うん、ミュウも流行ったよな。バグるだけや。なんか名前ミュウにしてみたいなやってるやつおったわ、はいはいはい、道具のね7番目セレクトしてとか14番目がとかあった。あったあった、バグんねんなあれ。あったわ。あとマサラタウンの横の永遠に続いてる草原入れるやつおったよな。それ分からんな。あのテトラポットみたいなのあるやん、マサラタウンの限界のとこ、はいはいはい、あの横ずっと草原続いてるやん。ほん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 。こう街の外にずっと大草原みたいな、はいはい、あれ行けるやつだよ、あの平原みたいな透き通って。へえ、そうそうそう。それほんまにポケモン、それポケモンやろ。あれ持ってたお前ゲームポケモンの。ポケモン、うん、人の家でやってた。貧乏やないか。持っとるれ。あ、すいません。持ってたか。さすがに持ってた。ピカチュウバージョンも持ってたっちゅうの。おお。舐めやがって。愛媛県ポンアル。クレヨン、あ、すいません。愛媛県ポンアル。クレヨン。あとにしようか、これ。ごめんね、ポンアル。逆に気になるけどな。ポンアル来たってなるよ。クレヨンってこう、行くところをね。愛知県若い指。若い指。習字の時間に先生が手本書くとき水で書いてるの自分でもやってみたかった。あるわ。あーあー、水で書いてたわ。ある、これいいのよ。懐かしい。水で書いてたな。水で当たった。あれなんか気持ちよさそうやねんな。スイスイ行くからね。これ2ポイントですね。いい渋いあるある。いいですね。うん。滋賀県東近江、はい、ラジオネーム大みじ快速、はい、町役場の正面にある塗装がボロボロの動くかわからんガムの自販機。これもわかるわ。あるあるある。あの赤いやつね、ガムの自販機か。こうガチャガチャみたいな太いやつ、もう金入れる。 あれもあれ食われへんかったな。えいやあれ高いね。もうガム1個100円やから。はいはいはい。2回やかな、2回回すと100円。はいはいはい。激高よ、ガム2個で100円。まあまあまあそうやな。買われへんかった。外国の子供が買うやつやと思ってた俺が。日本に輸入されてる、うん、もう日本人じゃ無理やった。え、親と行った時は買ってもらってたやろ。さすがに無理無理無理。おあのガムも無理やし、あのあれわかる、うん、あの透明のさ、はい、引き出しみたいなのにいっぱいあの、うん、自分で開けて袋にこうバイキングみたいにいろんなグミとかお菓子とか入れれるやつ。映画館の受付にあるやつや。そうそう、なんかレゴのチョコとかホイフルとか入れて。あれね、あれもうマジで夢やった。やんの、やらしてもらえなかった。いや、グラムで測るやつ。そうやな。いや、親と映画見に行った時とかそうやってたやろ。いや、まあ、まあ教育でな、ずっと悪いけど。教育？うん、教育で、毎日みたいに、そんなお菓子ばっかり与えてなかっただけで。こっちにも反撃のあれは、悪いけど、教育、俺にもな。心を育てるために。うん、そうそうそう、そういうこと、ね。別に貧乏でもない。親の時はね。俺の時は貧でけど。その親、貧は。親の時は教育という。あ、俺の。すいません。
見つけた俺にもあるから俺にもあるかな、うん、滋賀県ビリオンダラージジ、はい、クラスで鬼ごっこをしているとき担任の先生が不意に見せた本気になった大人の驚異的なスピードあるなあ、あったあったシューンって早鳴るかっこいいよな、おったわそういう先生、逃げれない、おったおったおった、俺小学校の時に森本ちゃんっていう先生がおって、うん、あのほんま中国の部屋っていう僕らの小学校で中国語を学ぶ教室の森本ちゃんっていう先生は本気の走りで本気の肘打ちを僕に食らわしたことあります。問題あるぞそんなやつ、わーってこと盛り上がってたけど今考えたら、いややばい、本気やったな森本ちゃん、本気で肘でやってた、森本ちゃんに会いたいね、めちゃくちゃおもろかった。すいません、改めまして愛媛県ポンアル、ポンアルクレヨン、クレヨンしんちゃんのミサエの妹の名前ムサエと知って当時二度見したそうなんです、これ知らんムサエ、僕クレヨンしんちゃん、あそうかそうか見てないんか、わかるわ、ムサエムサエなんや、マミムメモで、そうやねん、ほんでびっくりしたんが上にマサエおんねん、ねえ、っていうね、いいね、マサエミサエムサエムサエ、マサエはまだな、そうお姉ちゃんがマサエ、あそうミサエって実は、そうやねん、あの鹿児島かな出身、鹿児島のミサエが、うん、鹿児島やったとも九州やったとも、ムサエおった、カメラマン目指してるんですよね。うーん、おった、クレヨンしんちゃんにいるんですか、兄弟姉妹しんちゃんには、いやいるよ、どれ有名よ、これは花の名前や、妹、あーおったかも、なんやっけ花の名前言ったら当たるんちゃう、バカにしようとしてるこれスライドが先来たな、くそ、花の名前でしょ、うん、しんちゃんっぽい、当てれる、なんかしんちゃんの世界観っぽい、あそうやな、これはしんちゃんが決めたんですよね、紙飛行機で、お家族で、おつくやろ、おつくかも、ちょっと言ってみて、オーバー、あーオーバーな、オバナメバナで行こうとしてる、いや花でオバナとメバナで言わんよ、おしべ、おしべ、いえ、おしべ花って言われて普通アジサイとかさバラとか、うん、誰がオバナ、オバナ、おしべとかで行くね、めしべよりおしべやろ、いや違う違う、おしべもないよ、妹、妹でおしべやばすぎやろ、なんて言われてる、何々ちゃんって言われてるの、うん、いやほんま、ひまわりか、おー正解、あーいいね、いや珍しいよほんま、お前はん同世代でクレヨンしんちゃんのひまわり出てこへん人、俺はマジでおらんわ、ほんま、ドラえもんも見てないもんな、あーまああんま見てないな、いやこれめっちゃだからすごいおもろいよな、え、どこでもドアとかでも知ってるやん、知ってます、それなんで知んの、いやいや、さすがにね、映画とか見に行ったことあるで、ドラえもんの、お前映画一発目に見ろ、おういや当たり前や、おもろないやろ、いや映画から入るやろドラえもん、誰が劇場版から入んねんドラえもん、いやいや、あれは映画から大ボケやで、それ誰が大ボケ、おもろい漫才儲け、いや、え、いきなりドラえもんと伸びた一斉に、いやそうよ、だから俺怖いジャイアン知らんもんな、あ映画優しいからな、毎回助けてくる、あいつ悪いねんね、ほんま、映画だけやねん、あれいいやつ、ええメンバーでやってる、なんなんお前、何がやねん、劇場版でドラえもん、劇場版とかなんかビデオの作品とかね、何映画ドラザキット、なんや、いやいや、もうあんなん同時上映のほんまマニアが見るやつや、それはでも結構見てたよ、ドラえもんズやろ、ザ・ドラえもんズ、いや通常回見ろよ、珍しいな、神奈川県、これはすいません、何市ですかね、神奈川県横浜市ちゃう、読めるわい、なめんなよお前、すいません、相模原市か、相模原市、デーモンアズカバン、はい、ブランコネジ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 やったやった、わかるわ、やったわ、やったやった やる、これやるな、鎖をね、あれなんでやんねやろ、まああの反動がおもろいんか、切り離して、あの間で指挟むよな、挟む、危ないあれ、大し危ないからやめてくださいね皆さん、
公園って結構危ない実はもん多いよな。硬いしな。硬いねん。危ない。どうすんのみたいな時あんもんな。ここ登ったけど、あるある。めほんま工事現場ぐらいのむき出しのやつとかあるもんな。あるわ。まあ今はもっと少ななってるのかもしれない。俺らの時代とか登り棒とか、まあ登るのが悪いけどマックスのさ、うん、上まで登った時、はいはいはい、普通に落ちて骨折とかしてるやつおったもんな、目の前で。公園で意外と危ないな。楽しかった楽しかった。公園行くのブランコの技みたいな流行った。技、どんなんですか。エビフライとか。あ、そんなん知らん。なかった？二人乗りしてさ、ギコギコって声で、一人がグーンって上げんねん、足。座ってるやつがこう、ビビるぐらいグーンって上げて、エビフライっていうの。へぇー。なかった？二人乗りとかしたことないな。フライパンとか。フライパーンとか。ひっくり返す感じで。料理ってんの全部。まあ、こう逆立つ感じかな。エビフライのこう、こうそうそう。なるほど、それなんとなくイメージ。そうそうそう、シャチホコーとか。もうええわ、それ、それシリーズ。ブランコ結構あったよ。このジャンプしてどんだけ遠くまで降りれるかみたいなのやりましたよね。これめっちゃ勢いつけて。ある、あれもめっちゃ危ない。危ない。靴飛ばすとかもやってた。靴飛ばすのもあった。やってた。俺一回雨の日の、うん、あのブランコで水たまり下に来てて、うん、ほんで優也と二人でブランコしてて、普通に言うやん、このブランコの上に乗って、うん、今からガーンって飛んで、うん、遠くに飛べた方が将来お金持ちになるみたいな勝負して、うん、あれ皆さんほんまに真似しないですけど、ブランコってこう立った状態で飛んだことないでしょ。立った状態？座った状態で飛んであることあるけど、あー確かにな。立った状態のあれでグンって飛んだら、ない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 、足がグイーンって後ろ行って顔が真下にダーンって。怖っ。うん。俺、目と鼻と口から血出たもん。全部や。うん。顔の全部や。あれ忘れられへん、泥。バーンって。で、後ろから反動のブランコ、パーンって。ああ、ほんまそう。ガーンって。で、また前から、あーっていう。えぐ。あれ忘れない。あれほんま気づくください。気づくください、皆さん。ほんまに。あれ危ない。お子さんと遊ぶときもね。そうですよ。群馬県ラジオネーム、遊歩道。カーペットの毛並みを全部揃えるために手で何度もカーペットを撫でてた。いいね、やるんですよ。いいね、やるんですよ。やる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 。色の濃さ変わってするからな。そうやね。あれな、電車の椅子とかもね。何回やっても色合わへんねんな。合わへんねん。なんでやろな、あれ。方向なんやろな、反射というか。方向なんやな。ああ、いいね。子供の手癖みたいなことですけどね。いいね。いいですね。やるやる。ラスト。はい。東京都。お待たせしました。最寄りの熊さん。確かに僕は君みたいにはなれないけど、君も僕にはなれないでしょう。深いね、こいつ。めっちゃいい。なんやねん。ほんまの歌やん。愛を知るよりええやん。おお、それはちゃう。あかんよ。愛を知る超えたら。愛を知るは超えてないねん、まず。いや、こう響いたね。響いたね。確かに僕は君みたいになれないけど、君も僕にはなれないでしょ。ああ、いい言葉やな。そう。すごい人はおるかもしれんけど、うん、俺みたいな、いい言葉。個性は持ってないでしょという。いい言葉、ね。俺の熊さん。ちょっと破綻するかもしれんけど、ラジオ。はい。80ポイント破綻します。お兄ちゃん。お兄ちゃん。いい、上げすぎです。80ポイント。森の熊さんに。あ。この、ブランコネジジのデーモンズカバーはでも2ポイントで。お、面白かった。デーモンズカバー2ポイント。はい。さあ、宛先は ss@allnightnippon.com です。宛先 ss@allnightnippon.com。このコーナーのメールは聖夜が選んでおります。メールの件名は、のコーナーでお願いします。いいですね、のコーナー。懐かしいなぁ。ドラえもん劇場版から見たらめっちゃおもろいな、俺も。もう劇場版とか。そんなやつおらんど。大晦日やってるスペシャルとかをたまに見る感じ。あ、なるほどね。霜降り明星の粗品です。せいやです。メール来てます。はい。ユーリンチ、先ほど陰謀マニアが撮ったネットニュースに使用する用の写真がツイッターにアップされたのですが、はい、ツイッターにはネットニュースに使用してほしいということは一切書かず、うん、フォトバイインマニとだけ記しています。何のため、何やねんそれ。お二人はインマニにツイッター投稿をお願いしたと思うので、これを書いたのがインマニ本人だとすると、うん、だいぶインマニにガが出てきている模様です。ちゃんと叱った方がいいです。なんか言うね、インマニって。ちょ、インマニどういうことそれ。インマニはちょっと遠いところにいるんですね、毎回。いつもな。どこにいるんだよ。より陰謀に近いかな。トイレ側に。え、
と陰謀によって言ってんねや。いやいや、何ですかフォトバイ陰マニって、あれ目立ちたかったんじゃないよ。やばい、ちょっと目立ちたかった。言い方とかも絶妙にやばいな。ユリアンや、ユリアンタイプや。インマニー、インマニー、ちょっととんでもないキャラクター現れたな。イソギンチャクとか今までおったけど、なんかこう体揺らしながらね、なんか目立ちたかったな。前髪重たいですね。いやあれがすごいよ。いやあれがおしゃれなんやろ。やんインマニの雰囲気ね。雰囲気すごいいいね。おしゃれやわ。おいくつなんですかインマニは。31本。お前陰謀でカウントすな。31本ですよ。少ないやろ31本やったら。インマニ、インマニ、そうか、ちょっと目立ちたがりやということで。まあまあでもあのせっかくできたキャラクターですからね。いや、そう、写真まあまあでもあんね、うん、ネットニュースに使うと言いつつもね、うんうんうん、まだちょっとでもちゃんと撮ろうがね、喜怒哀楽4種類ぐらい写真撮ってよ。使われへんと思うけどな別に。でもあのこっちが提供するっていう意味ではフリー、著作権フリーですね、これはという。まあなんかネットのおもちゃにされて終わりか。一般のやつを使うか、そんな。そうやな。さあというわけで、はい、続いてはこちらのコーナーです。野党ボケとツッコミをワンセットにして送ってもらっています。神奈川県川崎市メタルヘッドマン。いや本当に君のおかげで助かったよ。もう感謝しきれないよ。帰ったらいいビールでも飲んでくれ。一杯おごらんかい。いいですね。いいね。一見ボケてないように聞こえて。おらんのかいっていうね。あら、いいですね。いいですね。いっぱいおらんかい。いいですよ。素晴らしい。いいトップバッター。やと。滋賀県千本ノック。あんた、模範囚になってから綺麗になったね。全然嬉しないね。捕まってますからね。そうやな。誰に言われてんの。無所で綺麗になってもな、しゃあないからな。ラジオネームおもちもちもちももち、はい、なあ母ちゃん、俺が生まれる前日ってどんな感じやった。当日の喜びを聞けや。いいですね。振り返って覚えてへんやろ。前日は大変なだけやもんな。まあまあまあ聞いてみたい気持ちもわかるけど。まあまあまあな、まず当日よな。そうそう、いいですね。渋いね、なかなか。東京都世田谷区、ラジオネームカニの味噌汁うまい、はい、お食事中も好きと言って黙って食え。替え歌、替え歌さらに歌ですね。歌ネタいいですね。四六時中ですけど歌って大丈夫ですか。大丈夫や。大丈夫や、さすがに大丈夫ね。大丈夫ですよ。和歌山県ラジオネーム2アウト、はい、コンコン入ってます。コン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 、あ入ってます。コン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 入ってます。コン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 、大ピンチ。いやそう、ほんまどうしたらええの。怖いね。怖い、入ってくるやん。もうたまにおるけどな、コンコンってされて、 あすいません入ってますって言ってコンコンってもう一回してくるよ な。プレッシャーかけてくる人。あるある。絶対会わなあかんしな、その人に。そうやな。めっちゃ怖いわ、怖い怖い、あれ。わかるわ。怖い。コン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 。神奈川県ラジオネーム、眉間のしわ。春巻きの皮ってさ、剥きにくいよな。怖っ。怖っ。怖っ。剥かへんよ。剥くことないからな。剥かへんな。作る時も巻くだけで、うん、食べ物として剥かんから。剥かへんな。これ怖いですね。これ2ポイントですね。怖っ。こういうのもいいです。ボリボリ食うな。ラスト千本ノック。はい、今日も一日疲れたな。お風呂でも入ろ。ザブーン。気持ち悪い。ダウン着て入るからや。ちょっと待ってください。いや素晴らしいね。いやいや、ダウン着て入るからや。ダウン見えたでしょ。 いえ、このザブーンの感じがちょっとこのふわーってこう浮く感じ。いやいやいや、ダウンだけ浮いてる。裸で入ってもザブーンって言うし。い
いやうまいね。どこが何これ変な。いや合作やな俺との。えザブーンって。いや合作じゃないよ。うまいこと言った。笑い増幅してないよお前のおかげで。気持ち悪い。いや逆やろとかやろ普通。気持ちいいやろとか。いやダウン着て入るからや。なんやねんこれ。ダウン着て入ったら気持ち悪いよ。いや気持ち悪いけど、なんか暑いなとかもなかったしな。ザブーンですね。ザブーンだけで攻めてんな。以上です。 ss@allnightnippon.com です。宛先は ss@allnightnippon.com。 このコーナーメールはせいやが選んでおります。メールの件名野党でお願いします。はい、野党はいいね。一生やりたいな野党。シンプルやしな、うん、ボケとツッコミというで、みんな面白いしね。最高です。僕はおばあちゃんが車の扉を開けるために一度ボンネットにお土産のうな重を置き、そのまま車に乗り込んで発進してしまい、うな重が道にばらまかれるところを見てしまいました。おもろ。ちゃおもろいやん。おもろ。ちゃおもろいやん。おもろ。ちゃおもろい話持ってるやん。おもろいな。これおもろいけど、かわいそう。胸痛。おもろいな。遠目で見たんかね。最悪やん。うん、バラバラバラ。うわ一瞬止まったんかな。このうな重っていうのもいいな。うな重取り返しつかんからな、うん、絶対うな重って分かるぐらいのおひつというか。いや箱やったやな。なんか特別な日よ絶対。 うな重なんかおもろいな。あいいですねエピソードね。見て東京都よしおはお人よし。半年くらい前、転勤のため引っ越し業者を呼んだのですが、うん、怒られたバイトの女の子がトラックの荷台で体育座りになり、うん、何がパンダやねん、パンダの性格あんなんちゃうわと嘆きながらタバコをふかしているのを見てました、うん、何これ。パンダのなんかありましたっけ。パンダ引っ越し者でないなあ、うん、パンダはないですね。危機快快なメールということですか。どういうことやろな。だからなんかで喧嘩したんかな。ああそういうこと。パンダの性格内容が気になる。ああなるほど。そういう見てしまったのもあるか。そら、うん、怖いな。怖い。身内だけじゃなくてね。大阪府狭山市チキンチキン。チキンチキン。見てしまったより見られてしまった話なのですが、小学生の頃僕が友達と間違えてクラスの女の子に干潮してるところを見られてしまいました。干潮した直後、女の子と顔を合わせてどうしようもない空気になり逃げてしまったことを今でも鮮明に覚えています。このことを見た友達には見るメイクで内緒にしてもらう約束だったのですが、ほんの少しだけ広まってました。見るメイクって何ですか？ミルメイク何牛乳の入れるコーヒーのコーヒーシロップ。はあなるほど。あミルメイクをあげるから内緒にしてもらうということですね。なるほど。ほう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 。ミルメイクを初めて聞いた。女性の方に感情ですか。あるなあこれ。あるなあこれ。いやちっちゃい頃よない経験。女子に干潮？女子に干潮というか似たような。俺水泳やってて、でもほんま、はい、7歳とかやで、うん、いや ほんまにその子供の時ね。22歳ぐらいと思って聞くわ。だから話したなくなんねん。終わっとんねんお前の聞き方が。俺の聞き方が終わっとる。終わっとる。なんかうんとか言って悪い方向にしようとしよう。7歳がどうしたんですか。覚えてる。俺やっぱあのそのスイミングスクール行ってて、ガボっていう。ガボ家の近くの。ガボ。そうガボ。溺れてんの。そうそうそれ当時から言ってそう。ガボ。溺れとんがなっていうスイミングスクールやったの。ほんまに売りにしてんの。そうそうそう。ガボみたいなんでガボで通ってて。ガボ。いやそうやねん。あと5本あったらやばいよ。溺れてんねん。えガボ。いやほんまに当時からみんなで言ってた。ほんまガボ。ガボ。ガボに通ってる時に。ガボ。そう大東のガボ。こっちないんかなガボ。俺らの時は結構あったやん地元にガボ、ガボでほんま7歳ぐらいの記憶ですよ、はい、もうほんまに男の子と金玉の握り合いみたいな。あの水中でこうイエーイみたいなやってイエーイみたいなやって、ほんで俺がブンって潜って、はい、水中から金玉攻め落として
ほんで思いっきり女の子で、もうほんま股間、だからないから、なんかシャッシャーってわかる、その、カードみたいに。カードクレジットカードみたいにシャッシャーってやった時、女の子が、いやーって。そりゃそうや。うん、あれ、これと一緒。恥ずかしかった。逃げた、クロールで。クロールで逃げた。早なったわよ。最速出た。最速出たなぁ。ガボ。ガボで。ガボ？ガボの話はしたことなかったな、そういえば。ガボはちょっと衝撃だったな。ガボね。だった。さあ、というわけで、はい、メールありがとうございます。さあ、こちらのコーナー参りましょう。うん、一行。あのショートショートの名手星新一が好きです、うん、前後の文章や内容が気になるショートショートの一行だけを書いてもらっています。はい、はい、神奈川県川崎市、ラジオネームアダムストロング。クソ、勘のいいスマホ名、しかしもう大丈夫だ。今朝充電器を捨てた。なんやろスマホがね、なんやろな、スマホが敵の話ですか。へえ、意識あるんかな、スマホは。充電器を捨てた。うん、大阪府大阪市、ラジオネーム寝てる猫。うん、8月某日、街中に雪が降り積もっていた。うん、ようやく元に戻ったか。出た。出たね。出ましたね。この危機。なんやろうっていうね。なんですか、ね。裏の裏みたいな。いいですね。これ、これが一行ですね。すごいのですね。一行。世田谷区、ラジオネームマツダックス。どうやら駅のホームのアナウンスは人間のためのものではなかったらしい。いいね、めっちゃ気になるわ、この、ね、この後やろうな、動物なのか冒頭かな、めっちゃ気になるこの話。読みたいねんな、いつもいつも一行の後こうやって2ポイント差し読みたなるわ。マツダックス。東京都武蔵野市、ラジオネームアナルマン。アナルマン私新一の良さ分かる？アナルマンに。そんなやつにヒーローなられへん。東京都武蔵野市、ラジオネームアナルマン。なんで起こしてくれなかったんだ。そう怒鳴り散らす客に駅員の私は決まって後悔す。何を言ってるんですか。もう起きる必要はないんですよ。まあ、あれ、まあ、これ正直ラジオネームで爆笑したんで選びました。いやいや、その事業のめっちゃ真面目やん、アナルマン。いや、なんか突飛なこと言うんかなと思って期待してたら、いやいやめっちゃ損してますよ、アナルマン。名前でめっちゃ普通やん、アナルマン。いやいや、おかしいって。本日爆誕、清掃して名前アナルマンですって言ってるようなもんよこれ、うん、いいね、アナルマン。あかんよこれ。いやいや、おもろいな、ラジオにもアナルマン。ちょちょ、もっとアナルマン的なことをなんか書いてくれんのかなと思って、真面目ね、アナルマンは。こんな名前変えたら無理してる、無理してる、ふざけてんなこいつ。千葉県野田市、ラジオにもノコノコノコ。もしかしたら私は死んでいるのかもしれないと棺の中で考えていた。はい、死んでないやん、じゃあ死んでんのか、棺の中で。千葉県柏市、ラジオネームデタラメ人事。私は職を失ってしまったが、うん、作者に聞くとどうやら今はまだ3コマ目らしい。おお、いいね、いいね、深いね。何やこの世界観。なんかね、まあ、うん、星新一というより普通に、うん、面白そう、世界観のある、うん、作品だよ。大阪府大阪市、ラジオネームおもちもちもちももち。小笑いでーすというアナウンサーの声が聞こえた後、舞台裏で銃声が聞こえた。レッドカーペット？レッドカーペット。嘘やん。気になってて、小笑いのままハゲて、あのままデーンってきて、デン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 ってハゲて、バーン、あのまま。そんな厳しい、当時の CX。当時の CX。あれ、血に染まった赤、レッドカーペット。そういうこと。結構高橋英樹さんが結構あれらしい、 MC のよく出てる高橋英樹さんが売ってたんや。そうそう、 血に染まるでっていうレッドカーペットって、あれその異名やったんや、レッドカーペットっていう。怖っ、これはちょっと中笑いはだから危ないよ。中笑いの方があかんやろ。小笑い笑いなってたで、中笑いです、わーみたいな。中笑いが一番あかんで、多分お笑い的に。滑るか受けるかやろ。愛知県名古屋市、アルティメット伊藤。
ホワイトハウスから出てきたデッカちゃんは言った。ああ、気づいちゃった。よっしゃ。やりましょう。言い方なんやねん。あ、おもろ。何見た？何見たんや。何見たんや。何見たんや。トランプのなんか見たい。トトンやらへん、太鼓。ちっちゃく。気づいちゃった。あー、おもろ。破壊力すごいな。アルティメット伊藤、ちょっと面白い。気づいちゃった。アルティメット伊藤、他にもあったっけ？いや、なんかこの重いパンチを面白いイメージありますね。何やりましたっけ？面白い。こいつおもろいな。アルティメットやな。アルティメットです。前はね、あ、甲子園のベスト4、夏の。さすがですね。もう面白かった。18歳やって。今、4時台に立って、もうたまらんくて立ち上がって、飛び上がって笑ったもんな。ちょっと3ポイント差し上げます。いや、面白い。跳ねてる。まあでも1行ですから、その観点から言うとね、ちょっと面白すぎる。ターナルを覗いてみれば、ガハハと笑う俺の面。おい、アナルマンおんねん、もう。ちゃちゃ、2個あんねん、穴。え、無弁弁やん。ちゃちゃ、内容穴のやつと、名前穴のやつって2個あるから。アナル。うん、いらんねん。岐阜県、ラジオネーム、ドエス・ドエムスキー。この電話に出てはならない。突然の電話に出ると、電話口の向こうで、続きはそう言った。またや。こっからなんですよ、失速が。ここまでめっちゃ楽しいね、一行いつも。何が失速？いや、鈴木をもう入れてたらいいみたいな。いいでもう。ラスト、埼玉県川越市、ラジオネーム、ゆず星。リモート会議に参加すると、パソコンの画面に11人の鈴木が映った。前も言ってたな、なんか11人のやつ。前も聞いてたな。なんか作動したみたいな。うん、ハンターのやつですかね。うん、多いねん、鈴木。え？多い。11人もおらん。以上、これラストでした。ふさわしくないな。いや、でも、デッカちゃんおもろすぎたわ、ちょっと。SS アットマークオールナイトニッポンドットコムです。あと先は SS アットマークオールナイトニッポンドットコム。このコーナーメールは粗品が選んでおります。メールの件名は1行でお願いします。聞くことができます。スマートフォンアプリミックスチャンネルでは番組終了後にアフタートークもございます。皆様のいろんなね、ハガキをお待ちしますので、詳しくは各コーナー、ホームページチェックしてください。ああ、ちょっとデッカちゃんまだ面白いですね、ずっと。おもろかったな。ホワイトハウスっていうチョイスもね、絶妙にいいというか。うん。いや、確かに。アルティメット言って面白かったよ。ああ、気づいちゃった。アニメみたいな、ね。おもろいな。ユリアンから LINE 来たわ。俺来てない。そう。粗品さん。うん、ラジオでついに喋ってくれてありがとうございますって聞いてんねや。聞いてんのか聞きつけたんか分からんけど、毎回この時間に聞いてたら恐怖よ、あいつ。恐怖ですね、自分が。今日聞いてくれるかな。せいやさんにも連絡するよ、言っとくな。何を？え、ゆりやんに。いらんいらんいらん。もうレカちゃんのまま寝かしてくれ今日。レカちゃんのいい思い出で。電話とかも面白かったなって。ユリアンから来た電話切るときよう言ってるから、今多分せいやん電話出るの。それ裏切りやで。お前で止めといてくれ。いや、裏切りやで。何俺にまで回しとんの、ユリアンの電話。あいつ電話ほんま好きやろ。用事ないのに好き。うん、そうやねん。電話、電話マンやな。俺電話苦手やねん。でもああ。これほんまやねん。ずっと電話言ったことあるかな、ラジオで。なん電話怖いねん俺。怖い。うん、電話怖い人結構いるらしいんですよ。僕それなんですよ。電話なんかね、ドキドキすんねん。 なんかこう電話かかってきた時あったんちゃうかなって思って。あ、そういうこと。苦手やねん。だから、はいはいはい、ユリアンの電話一回、ほんで、うん、ユリアンも俺な電話苦手やねんって言ったら、うん、もうええかプチってちょこってたあいつ。もうええとか言って、苦手やねんほんまに。もっと次はもっと尺使って話してくださいってユリアンが言ってた。どこからの立場で言うとんのあいつ。来週ユリアンスペシャル。いや、いらいな。尼崎でユリアンスタジオなんかでやれ。ユリアンスタジオ C かなんかでやれ。あるな。ある。よう行ったよな。よう行ったわ。アルカイックホール。アルカイック。
ってね。ありがとうございました。ありがとうございます。うん、これメールはもう来てない。もういつも来てません。ピタッと止まりました。お、冷たいね。もういつも。もう来ておりません。いつも。あ、もう終わりやからみんな寝た。そうそう。もう読まれへんやろな。と早いよね。察しがいいのでね。でもコーナーのメールとかね、あの虎のコーナーも。あ、そうやね。ぜひね。あ、面白かったね。今日も。明日久しぶりの休みなんですよね、ほんで。うん。意外とずっと忙しかったな、1ヶ月ぐらいまた。言うても、結構忙しくて。確かに。明日久しぶりの休みですけど。これはほんまに、大暴れある。大暴れです。星名さんの、はい。闇スロー。闇スロー、はい。聞こうか闇スロー。もう別れやから。一発目闇スロー。いきませーん。さよなら。アフタートークに続きます。やかましいわ。